酒井様。ノリオ、そうを説き伏せたのか。納得したものの恐怖心が勝っております。仕方あるまい。皆はどこだ。川辺で洗濯や水浴びを。誰かがこちらに来ます。猛虎、死にに来たようですね。一人だ。まずは出方を見よう。クロード、そして守り手の弟だな。お前らにことづてがある。申してみろ。クロードと坊主どもは大ハーンに立てついた。下ればこの地は見逃してやる。拒めば全て焼き尽くす。降伏などするものか。ならば死んでもらう。壁に層が逃げ切れるでしょうか。我らで守ろう。無理です。ご本尊と法華経を守らねば。層の命より価値あるものか。俺だけでは救えぬぞ。何百年もの教えが詰まった寺ですよ。見捨てられません。代わりに層が焼けるぞ。寺を守ることが私の務め。ならば残れ。僧を助け連れて戻ろう。猛虎が来る。川から離れろ。ノリオ、どうした。なぜ寺を離れた。寺は立て直せます。命とは違う。では寺による僧を守るぞ。行きましょう。皆の者、ついてまいれ。
せめて俺の眠る声堺様。これだけの大敗ならば蒙古が戻ることはなかろう。こたびのご恩決して忘れません。一人で戦ったのではないぞ。しかしあのお叱りがなかったら大勢が死にました。これからどうする。杉寺に戻ろうと思います。蒙古を倒すためお主の助力を超えるか。無論です。杉寺が総出で力をお貸ししましょう。明石まで会おう。早く本堂を調べましょう。兄は寺を守った折に二つ名を授かりました。本尊を守れず無念であったな。しかし戒めは得ました。救えるなら救え、なれど全ていつか散りゆくと。形あるものは消えても教えは残るな。
巴から知らせが。あやつに会うぞ。次に狙われる場所も時も教えるそうだ。本当のことを言うでしょうか。すぐにわかる。よいか、一つの過ちも許されんぞ。心得ております。行こう。行き先は？ウムギ谷の北、捨てられた賭場で待っておるらしい。奇襲には格好の場所。理はこちらにある。あやつは猛虎に裏切られ窮地におるでな。窮鼠は猫を噛むと言います。所詮ネズミはネズミだ。お前にできることは二つ。助けを求めるか裏切るか。あやつを知った今どう思う？私を殺さなかったのは先生を油断させる策やも。帰り討ちにしてくれるわ。待ち伏せでなければ司祭を聞き、猛虎の企てを止めるため手を組みます。処罰はその後に。民を殺した報い受けてもらわねばな。何か聞くおつもりですか？巴と話すことなどありゃせん。寝返ったわけは、あの日からずっと普通なのでしょう。わしに背を向けたのだ。話してなどやるものか。もうすぐだ。気を抜くな。ここからは歩くぞ。隠れておるやもしれん。あれが賭場。敵はいません。見えぬだけよ。止まれ。右手にある岩、あそこに身を隠す。お主は石川先生。ジン、私が殺すつもりならとうにやっておりますよ。あやつ、こっちに来て。ここで待っておれ。私も共に。抜かるなよ。先生、ジン、愛も変わらずいい度胸だな。教わるまでもなかったことです。旧兵が攻めてくるそうだな。
時と場所は？ウムギダニ、すでに向かってる。なぜ教える？ハーンへの仕返し、私が旧兵を言います。加勢しなければ村は蹂躙されるということか。信用できんな。構いません。高みの見物でもします？しまった、もう米つけていたか。巴、待ち。巴は応戦しておりました。芝居だ、油断させるためのな。そんなに私に殺されたいのなら望み通り行ってあげましょうか。やめよ、このままでは村が危ない。すぐに立たねば。そうだな。だが巴、妙な動きをしたらその場で切り捨てるぞ。二人とも早く。ウムギダニを救ったとてお前の罪は消えんぞ。技を教えたのは脅されたから。ではなぜ中山砦で島の者を殺した？拷問を受けてたから。私が人思いに殺してあげたら猛虎に気に入られた。生き延びたこと謝らないよ。猛虎の番兵、私がやる。浜への近道は分かるか？我らの姿を見られたら旧兵に用心されます。確かに街道は避けましょう。腹を突っ切るぞ。どうやって赤島の野営を？お前の手下に襲われ後を追ったのだ。手を出すなと命じたのに、野営を増やすつもりでしたから。手下に感謝せねばな。串につく頃には旧兵は手に負えなくなり、命令も無視された。援軍だ。数が多い。行くぞ。
生のような口ぶりだ。原の奥にある林、あそこならば休めそうだ。巴、櫛でお主が猛虎といた姿を見たという女がおったぞ。生きたまま焼いた女だ。私がいたのではありません。だがお前が鍛えた旧兵だ。私はいつもいたずらに人を殺すなと命じてた。であるな。私を追っている。負けてなかった。さようなことは早う言え。それはご無礼を。夜まで待ちましょう。闇に乗じ活路を見出す。村が襲われぬか。いえ、まず旧兵を置き村の出入りを固める。殺しはそれから。少し休め。俺が見張ろう。日が沈んだ。行くぞ。巴、先に行け。我らが続く。後ろから刺すつもりでしょ。敵がお前に気づいたら我らが身を隠し切る。いざ。離れないで。巴から目を離すでないぞ。先生、聞こえてますよ。知るか。物見がおるな。ジン、一人お願い。私はもう一人。まだ消えるか。身を隠せ。ハンヤガトモディクボスニクメテクヨ。ダゴロナッデルボソトンエンデソノルセレムステバ。イサムナヨサカイ。先生、よく狙って。一冊先生、高落としの技で二人仕留めましたね。見てたか。お前は構えを変えたな。右腕を下げたことで矢を放つときに。おお、よう考えたの。これはどうにもできないね。ここで戦えば旧兵に気づかれる。村に着く前に襲われるぞ。それは避けねば。坂井、どう見る。私が先陣を、後ろは任せます。ふっ。진하루야선배
선배. 私の旧兵。奴らは攻撃されたと分かれば村に戻る。牢城に持ち込まれてしまう。民が犠牲になるぞ。荷車に樽がある。後ろに回り込めば火や一本で片付く。いればこちらの居所が知れる。林から狙えるか。遠すぎるね。近寄ってみる。犯した罪を償わせてほしい。よし。信じるか。信じるのは巴の復讐心。なかなか足取りがつかめぬわけだ。教えの賜物ですね。まあな、備えろ。今だ。まずまずの出来だ。巴はどこです。知らん。怪我でもしたか。巴、戦のしまいにはあの道のそばにおったが。村へと続く道です。まさか退却した猛虎をおったか。そうかもしれません。周平を殺したところで巴の罪は消え。復讐は果たしました。狙いはそれだけか。最後まで戦ったのは邪魔な敵を一掃するためでしょう。それは分かった。では麦谷には何がある。村には野党とならず者しかおりません。そうか、仲立ちだ。島から出るため船が欲しいのだ。そこもと。どうされました。女が通らなかったか。一人浜の方へ行きましたが。急ぐぞ。と思えねえ、たばかりおったか。ですが産木谷を救いました。あやつは追われておった。わしらは本土へ渡る道を開いて。常に先を越されますね。止められる。志村様が正しかったと思う。クロード様を悪く言うな。先生。石川先生とは強く憎み合いましたが、ブッダの教え通り最大の敵は最高の師匠なのでしょう。稽古の日々感謝してます。そして最後に手を取り合って戦ったことも。あなたの弟子であり
娘である道もありました。しかし我が弓は対馬に置いていきます。今の私は放たれた矢、行き着く先は分かりません。あとは吹く風に任せます。終わったな。京都につけるかもしれません。ああ、巴ならつけるであろうな。戦は終わっておりません。島を取り戻さねば。わしからお主に教えられることはあと一つだ。約束しろ。わしと同じ鉄を踏むなよ。肝に銘じておきましょう。巴は強き戦士になれる器であった。役立つものばかりです。では船の数が前より増えてると思わない？旗はお持ちですか？謀反者の槍川家が蒙古と戦っているという噂があります。奴らは心変わりしたという声も聞きますが、はてさて。槍川の民は志村殿に加勢したぞ。あの町も大勢の死者を出した。さようでございますね。過去は忘れられずとも、今我らが見るべきはこの先のことでしょう。その昔槍川の戦士は英雄であった。謀反者が全て死んだ今、恥をすすぐ機会を得たのだ。感謝の印としてこちらをお納めください。お達者で。奴らのことをずっと探してんだから。いい知らせがあるよ。かと思えば秋入が猛虎に先を売りさばいてるらしい。
きゃ殺すって脅されてるんだから従ってやるぞ。そいつは裏切り者だ。待たせてしまったな。まだ生きてる。ありがとうございます。行け、達者でな。どうかこれを。
ネ軍団立ちを抜き猛虎を称えておったな。さぞ褒美が良いのであろう。断れば殺されるだけ。今は守り手の弟だけが頼りです。ノリオを知っておるのか。戦支度をしております。お連れいたしましょう。急げ。さあこちらです。あれはノリオが知ってのことか。杉寺を奪い返すまで猛虎に疑われぬよう従うふりをしよう。あやつが言ったのか。ええ、あなたを手本にしたと聞いています。クロード様から学んだことをよく話しています。道中クロード様です。ノリオは港中に降ります。そして巨勢を両脇に送り込む。木を隠れ蓑にするのだ。酒井様、皆の者、酒井様とお話をしてまいる。よく来てくれました。こちらへ。杉寺を奪い返すつもりらしいな。稽古を積みました。十分なほど。見知った顔がおったぞ。明石島の者です。櫛寺にも使いを送りましたが誰も来ておりません。あんなことがあってはな。櫛寺なしでも杉寺は奪えます。あやつらが戦えると思うか。我らでこと足ります。ならばなぜ巻き込む。杉寺を奪えば戦に加わったおのおのが島中に話を広める希望の使いとなれます。それは我らではできぬこと。皆の力で勝たなければなりません。いつ攻め入るのだ。夜明けに
仕掛けます。クロードと共に杉寺へ参ろう。金田の木はお仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか。死の恐怖とは痛みや知らぬ者への恐れでしかないと学んだ。僧兵も同じように考えます。特に兄は里い方だったのだな。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。皆に好かれておるのだな。兄の七光です。杉寺に攻め入るわけも知っていますし。ここの民は下方者だ。街道を外れましょう。こちらへ。寺は杉林の向こうです。僧は捕虜にされておるのか。いえ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。考えたな。間もなくです。息を吸え。止めたままでは戦えんぞ。わかりました。我らも長い付き合いになるからな。ノリオ、クロード様、急ぎ駆けつけました。櫛寺が味方とは心強い。杉寺と明石は櫛が一つにまとまりました。山門から攻めるのか。はい、その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする。あなたは策に構わず思うままに戦ってください。みんな離れずについてきてくれ。今日死ぬ者は誰一人いない。たとえ倒れてもその名は永遠に語り継がれよう。
坂井様。寺を取り戻したな。ここで暮らしていた時は兄も方針も住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か盗まれていないか確かめなくては。さあこちらです。ノリオ、酒井様。どうした。この中に入ってはなりません。何があるというのです。いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は無事のようですね。何も盗まれていないじゃないか。牢から連れて行かれた時、てっきり猛虎に全て教えればお前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。住職のことを言ってしまった。方針、串寺、赤島も構うものか。ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。酒井様、よろしいですか。ああ。ハーチという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチとやらは死んだのか。まだ生きています。ノリオ、兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです。ハーチの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。雪が止んだら
兄を弔います。坂井様、いかがなさいました？ノリを探しておる。どこだ？炎上の遺灰を墓へ持っていきました。南の山の上です。探してみよう。助かった。
山積みや負けじと誓う穂村かな、キューバの道を末まで行か。
兄の炎上は寺にこもるよりも山野で過ごすことを好みました。あの猛虎の百虎長ハーチは見つかったのか。この近くの砦にいます。ノリオ、杉寺を束ねられるのはお主だけ。考えたくありません。敵討ちは僧の務めではないぞ。そうである前に弟なのです。ならば手を貸そう。一人で行くな。お望みなら。ハーチはどこだ。小児砦に。そやつで間違いないのだな。ええ、探し出して慈悲を交わす。聞く耳は持ちませんが。もし立場が逆であれば、炎上は敵討ちを控えるように思う。つまり私が死に、兄が生きていたらということですか。その方が良かったのに。俺が代わりに切ろう。杉寺へ戻れ。とうに決めたことです。だが同じ鉄を踏むなよ。あなたと同じ鉄を。この戦で変わってしまった大勢の鉄だ。その鉄ならすでに踏みました。この先で小児砦を見渡せます。あなたに教わったことを生かしてハーチを追いました。人相はわかるか。その辺の猛虎と同じ人殺しの顔です。機会は一度しかないぞ。一目見ればわかります。では見つけたら迷わず切り伏せろ。犬め、ここから離れろ。ノリオ、腹が減ってるだけなんです。どうか命だけは。ノリオ、ただの野党だ。それでも今は許せなかったのです。少しは懲りたでしょう。進めば浄土に往生し、引けば地獄に沈むのみ。今のは
兄がこの薙刀に刻んだ言葉です。櫛寺を賊どもの手から守った後に。守り手になった時か。炎上の苦しみは計りがたいが、お主に会うため耐えたのだ。兄は最後にこうつぶやきました。間違っていたと。何がだ。わかりません。ハーチュに最後の言葉はない。苦痛の叫びだけだ。休んでおいた方がいい。明日のために。そうしましょう。少しでも力を養っておかないと。ノリオ、どこだ。何があった。ノリオが。見かけた時は祈りが届いたと思ったのですが。杉寺へ戻れ。あとは任せろ。これは地獄のようなありさまだ。誰の所業だ。ノリオです。正気を失ったようで。焼き殺す勇気があるのか。燃えろ。その罪ごと燃えろ。人殺しめ。怒りで薙刀を振ることはないと申したであろう。クロードと同じことをしたのです。おかげでハーチは死にました。杉寺の山門はもう開けません。この汚れた手では。どこへ行く。わかりません。火をつけた時奴はまだ生きていました。私は叫び声を聞きながら喜びに包まれた。猛虎と同じです。もはやそうではない。やすやすと諦めるな。この島は未練や叶わぬ約束ばかりだ。だが守らねばならん。お主は杉寺最後の僧兵であろう。こんなことをしたんだ。かつての私には戻れません。元に戻れとは言っておらん。お主が信じた道からそれず進んでほしい。ありがとう、酒井様。杉寺で待っておるぞ。
내군 손탭다. 내군 밑에 또 하고 와도 해. 손탭이라는 사실서. 逃げよ。どうかこれをお受け取りください。我が家は代々白染めを扱っています。十分な素材がなければ美しい白い色を出せません。
敗した。待たせてしまったな。ありがとう。道中気をつけよ。どうぞこちらをお受け取りください。
Ya senbe. Yuchi harvo. Ya senbe.諦めておりました。 安全なところへ抜かるでないぞ。 地域に寒くなりそうだな。
は言ったはずだ。その場圧倒していく。Hier bist Bassem. Immer. Tische, Hand! In gesündigen Allach, Josta! Enter Samurai, Wotta! Achna, Tördig! Yamar, Nigim, Harwo! Enthakt, Kuzbein! Wotze! Yamar, Tash, Bitten, Bagara! Daran, Wotkar, Tchadakwe!自由だ。さあ早く逃げよう。今のうちに狩りをしておくか。Twin!
チュハルボ。어선 훈리켄 옳지. 대르텐 바가요. 야물 내게 말오. 멀쩡아. 멀쩡. 에르하츠. 구월도. 야말 내게 말오. 그래만 Эхтэй болгоомжтой. Хима нигэдэм. Сарэлэ дагэдэс. またせてしまったな。 お侍様、助かりました。 わしらはこの鎧を守るよう頼まれたのですが、 あなたにお預けするべきですな。 それはハーンが作らせた鎧だ。 さようでしたか。 もうこの手に渡らずよかった。 なるほどな。 Gott, du stehst!
ダメだ。わざわざ言うな。志村様の身内争い、望みがついえたようなもんだ。いちいち大げさだぞ。本当のことだ。お芋様は太刀を取られて刀を入れられちまった。もう本当だって。もうこの皇帝の玉座はこの世の満足。きっと助かる。佐護の街道で恐ろしい光景を目にしてしまいました。また猛虎が民を虐げておったのだな。あれはひどいものでした。あいつらは父親が見ている前でその息子の亡骸を木に吊るしたんです。父親の叫び声が耳から離れません。それは捨ておくわけにはいかんな。他にもお寺はあるのにどうしてこの…選んだんだろう。北まで攻められるとは思ってなかったから。猛虎もいるし寒いし、寒さは苦手かと思った。もう何日も気を張ってるよ。安則はあまり飢えてない。もし太刀のお手入れをいたしませんか。